何かその仕事をする上で心がけていらっしゃることとか大切にしていることってどういうところなんでしょうか。まあ、多くの場合、はい、私がご依頼いただくのは、うん、プロセスが分かってて、うん、決まりきったこうきちっとしたもうルートをたどっていくようなものじゃないケースが多いんですね。社内のコンセンサスを取っていくのとか、はい、そういったあの調整力みたいなものが必要になってくるわけですよね、はい、で、あの橋にしても、うん、今までやってきたあの建築やプロダクトのデザインにしても、はい、あのこういうことをやらなきゃいけないんだけどどんなふうにしたらいいのかなとか、どういう人を巻き込んだらいいのかなとか、どういうステップを踏んでいったらいいのかなっていうようなことを含めて、はい、あのご相談いただいてるじゃないかなと思うんですね。でそれが私がいつも気をつけとかなければいけないことだと思ってます。つまり関わってくる人たちがみんな自分の役どころが分かって、うん、不安を感じずに同じ船に乗って、はい、あの出航して、旅ができるっていうところのガイドをするというか調整をするというか、まあ、あの船の航路を書くっていうんでしょうかね、調整力なんですね。プロフェッショナルたちが皆さんそれぞれに能力を持ち、決して同じ方向を完全に向いてるわけではない。そうですね、うん、それぞれのプロですからね、はい、もちろん大工さんもそうだし、はい、植木屋さんだってそうだし、うん、それぞれのプロだけど、あのその方たちを一緒にこう船に乗ってもらって、みんなで出航するっていうかね、うんうん、でちゃんと叱るべきところに到達するっていうのを、はいはい、あのやる仕事なんだろうと思ってます。デザインって結構いろんなシーンで使われる言葉で、はい、まあ、主にはこう目に見える形を作るっていう意味で使われてると思うんですが、はい、私たちの仕事は形になって目に見えるのは本当の最後の最後なんですよね。でそれまでにはまあ、こんな風になるっていうものをいろんな形でプレゼンテーションして、発注者に理解してもらうとか、その意味を分かってもらうとか、作る人にはなんでこんなことをやらなきゃいけないのかっていうのをどうやって作るかも含めて議論していく、はい、理解してもらうとかっていう、この前その立つまでのプロセスがすごく長いんですよね、はい、なので私と一緒に仕事をしてくれるスタッフや、うん、今もあの力をくれるスタッフたちに、うん、いつも言ってきたのは、やっぱりこの仕事はコミュニケーションなんだと、うん、コミュニケーションがうまくいかない仕事はいいプロダクトもできない、うん、私たちはなんか何万台も作るような車を作るわけではないので、基本的に建築や土木は一品生産で、これをあの同じものは二度とないんですよね、うん、でだからこそいろんな検討もしなきゃいけないし、あのみんなの力を合わせなきゃいけないんですが、はい、そのためにその仕事の意味とか、はい、あの難しさとか、それから素晴らしさとかをたくさんあの共有しておくことが、はい、最後のプロダクトを成功させる必須の条件だと。なるほど。でそのことをあのいつも口酸っぱく言っていますし、うん、言い換えれば私に頼んでいただいて美しいものができるとか、うん、ああやっぱなんか新鮮なイメージだなって思っていただけるようなものを、うん、あの作るのは私は担保しなきゃいけないことなんですよね、うん、最低限のこと、うん、安心してもらわなきゃいけない、うん、でもそれを実現させるためのさまざまな人々の気持ちやコミュニケーションや、うん、あのやり取りをすごくしっかり固めておくこと、うん、まあだから言い換えればあの、はい、人と人のつながりなんだと思います。結局は人と人のつながり、デザインは当たり前でそれ以上にコミュニケーションなんだとか、そういうあり方の部分ですね、うん、それを少し詳しく聞かせていただいていいですか。あのデザインは当たり前って言ったんですけど、はい、あのそれは外から見たらデザインは当たり前で、中でね、うん、どういうデザインがあの今回はいいのかとか、チャレンジするべきかっていうようなことはプロセスにはうまく言えないぐらいぐちゃぐちゃしたものがあります。もういろんなブレインストーミングもやるし、あの前例も調べるし、あのあでもないこうでもないって、あの
本当にたくさん考えてスケッチをするっていうのは、はい、あの当然なんですね、はい、それをしてあるレベルのものを供給するのは当たり前ですよねっていう意味なんです、はい、うん、なんかそれは一方であのちょっと質問とはずれますけど、はい、あの神からの啓示のようにある日なんか稲妻に打たれてアイデアが湧くっていうようなものでもないんですよね、うん、本当に地道な地道な積み重ねです。であのこれを積み重ねては崩し積み重ねては崩しっていうの の、あの本当に地道な、それがデザインであると、うん、それがデザインではありますけど、うん、それの上で初めてそのいいデザインっていうのがあるっていうのですね、うん、はいはい、それをやるのはまあ当たり前ですよね、当たり前、うん、いいデザイン作るのは当たり前の仕事、当たり前です、うん、だからといって、はい、アーティストのように人と口を引かないで黙々と絵を描いてもいいとかね、うん、まあ、あのアートは、私たちとは違ってアートは国境も乗り越える、世代も乗り越える、やっぱり素晴らしいものは万人を感動させますよね、はい、説明もいらないアートには、はい、でアートを生み出す人はほとんどの場合あの一人で、うん、それにかけてクリエイトしていくわけですよね、はい、で私たちの仕事はアーティスティックな部分はもちろんあるんですけれど、先ほどお話しているようにいろんな人を組み込んで動いていく大きな船なので、はい、その到達点が素晴らしいものであるためにはこの中でコミュニケーションやあの価値の共有をやっていかないとそこには到達できないと思います。